皆さん、こんにちは。心と体を元気にする内容をお届けしています。ハピフルマインドのちひろです。今回は家族の健康を守る3つのことについてお話をしていきます。家族の健康、自分の健康を守りたいっていうふうにね、皆さん、誰しも思っていると思います。まあ、その中でも、家族にね、一人でも知識、健康に関してのね、知識があれば、家族を守ることができます。まあ、これは、自分から見てね、まあ、祖父母だったり、両親、そして自分自身、そして自分のね、子供だったり、子供のね、孫ですよね。 子供の子供っていうふうに、こう家族っていうのは命のリレーが続いてるんですけれども、これがね、あの、やっぱり食生活だったりとか日常生活のリレーともあの言えるんです。まあその中で、家族の中で一人でも健康の知識をね、持っている人がいると、まあ家族のね、まあ、健康状態だったりとか未来が変わっていきます。なのでぜひ、まあこちらの動画を見てくださっている方は、まあそういったことに興味があると思いますので、ぜひね、まあこれは自分の役割だっていうふうに思って、あの家族の代表として聞いていただけたらと思います。 家族の健康は心と体の健康からということで、まあ、健康っていうふうに言ってもね、まあ、いろんな概念とか価値観があると思うんですが、まあ、健康でいること、体がね、あの元気に毎日動くこと、そしてなおかつ心も満たされているっていうことが、まあ、幸せのベースです。あの健康ってね、あの体とか病気とかに意識しがちなんですけれども、心の状態ってね、すごく大切なんですよね。美味しい食事を簡単に作れて自分もご機嫌でいる。 まあ、美味しいご飯食べてね、不機嫌な人はいないです。<laughs> そして、これがね、自分で作れるとさらに嬉しいし、それを食べてね、美味しいって言ってくれる家族だったり友達、まあ、そういったね、人が周りにいると、よりね、自分もご機嫌になります。たまにこだわった料理も作れるので、作れるとね、あの健康の豆知識身につく、身につけることができます。 まあ、ちょっとね、日常の中だとめんどくさいなとかね、ちょっと休みのある時、余裕のある時ね、作りたいなっていうものを、まあ、ちょっとね、こうチェックしておいて、実際にね、時間がある時に作ってもらえると、またね、それも人生の楽しみになりますよね。でなおかつ、まあ、これはね、体にとって、まあ、こういう栄養素があるんだとかね、まあ、こういう効果があるんだっていうことを知っておくと、まあ、さらにね、楽しみ倍増っていう感じです。自分の体や心の声を聞いて、自分自身を大切にするマインド作り。 これは、食べるものっってね、やっぱりり体と心を作ります。その中でもあの体の声、ね。今こういうものを食べたい。ちょっと疲れた時はね、あの酸っぱいものを食べたいなとか、まあ、今日はちょっと暑かったから、ね、スパイスとか香辛料が効いた元気になるものを食べたいなとかね、まあ、それってあの結局体の声ですよね。なので、まあ、そういった、ね、声を聞いていくことで体が、ね、必要としているあの栄養だったりとか、えー、体が元気になるものはね、あの自然と取れていきます。 そして、まあ、心の声ですよね。自分は本当はどうしたいかとかね。まあ、どんなものが食べたいかもそうなんですけれども、まあ、そこを、ね、聞いていくことで自分自身の、ね、存在だったりとか、まあ、体と、ね、心を大切にする考え方。まあ、こういったものをベースで作られていきます。で子供たちの未来のために日本の、ね、素敵な食文化を継承していきたいですよね。ぜひ一緒に継承していきましょう。 あの、やっぱりね、あの、自分自身も両親からもらったもの、祖父母からもらったものってね、まあ、考え方だったりとか、まあ、食のね、あの、文化だったり、いろいろありますけれども、これをね、やっぱり自分の子供とか、まあ、その先もね、あの、つないでいきたいな、というふうに思います。もう本当にね、素晴らしい日本文化ありますので、ぜひ皆さんで一緒につないでいきましょう。心も体も健康でいるために、 まずですね、健康で長生きすることがこれからのテーマになっていきます。まあ、これは、あの、平均寿命が伸びてますよね。まあ、一方で、平均寿命が伸びているのに対して、健康寿命。これがね、これをいかに伸ばしていくかということです。せっかくね、こう、命があるのに、健康でいられなかったら、やっぱりやりたいこともね、できなかったりとか、制限があったりね、します。だから、健康でいる年数を伸ばしていくっていうのが、まあ、これはね、もう全人類のこれからのテーマです。そして、食べ物をしっかり選ぶ、目を持つことが重要。 これは、えーまあ、知識だったりとかね、まあ、それを使ってって、えー、食べるものだったりとか体感で、あのー、どうなのかなっていうこの感覚とかをこう培っていくということなんですけれども、まあ、すぐ、ね、できることではないんですが、まあ、意識することでねあの、しっかりと選んでいくことができます。販売されているものイコール食べ続けて安全とは限らない。まあ、これもね、あのー、いろんなものが売られていてスーパーに行ったらね コンビニに行ったら、本当にあの幅広くいろんなものがあるんですけれども、まあ、これね、全部食べ続けて安全ですよっていう保証はないです。なので、まあ、売っているものの中から、ね、育てている野菜の中から、えー、自分で選ぶっていうことが大切ですね。自分にとっての許容ラインは人によって異なる。これもね、あの私はこれ許せるけど、ここは許せないとか、あの人によって様々です。これを食べる。 その次の日はこれをじゃあちょっと体の調整でね好きなものを食べる日があるとしたら次の日はちょっと素食にしようかなっていうねことを自分の感覚で持っている人もいればねあのまた全然違ったりしますのでこれは自分の心地いいものをぜひ選んでくださいブレない軸を持って健康状態を自分で選択する意識を持つこれもねあのブレない軸っていうのがすごく大切です、まあ、これ食に関してもそうなんですけど、まあ、人生全体に関してもそうですよね、まあ、自分の軸 私はこうしていきたいとかね。ある意味、信念だったりとか、えー、自分の中で大切にしている価値観。まあ、これがね、ブレてしまうと、いろんなね、健康情報を聞いて、あ、これをやったらいいんだ、これを食べたらいいんだ、あ、これは体に良くないんだっていう形でね、結局、あの、いろんな情報に流されてね、こうブレブレの状態で、あの、心も体も疲弊してしまうんですね。まあ、特に、心が疲れてしまって続かないっていう方、あの、多く声聞きますので、あの、自分のね、自分で選択しているっていう意識を持って、見てみく見てください。 そうするとね、自分にこうパワーが帰ってきますので、ある意味ね、被害者意識というよりは、まあ、自分がね、選んでるんだっていうこの自分の意識をちょっと持つだけでも変わってきます。料理や健康との付き合い方には悩みが多いです。毎日の料理を作ることが大変。これよく聞きますね。いいレシピが思いつかない。家族の健康状態に不安がある。そして、まあ、美味しくて簡単な料理を作る方法を知りたいとかね、えー、健康の豆知識を増やしたい。日本の伝統的な料理とか発酵食品の知識を得たい。 心も体も元気になると家族の絆が深まります。手抜きでもね、いいんです。子供の健康を守るっていうコツをね、あの知っておくと、本当にね、あの日常の中であの心軽く楽にね、いけるかなと思います。まあ、とにかく、まあ、何が言いたいかというと、女性がね、元気でいるっていうことがとっても大切なんですよね。まあ、お母さんってあの家族の中、家庭の中の太陽なので、太陽がね、こう、ちょっと暗かったりとかね、疲れてたりとかすると、 あれお母さん今日なんかあったのかなとかね。元気ないなっていう風に、こう、家族ね、全体もなんかこう、ちょっと、あれ大丈夫かなっていう風、ね、になっていきます。なので、お母さんがとにかく、女性がとにかくね、楽しく元気に。そして、あのー、毎日ね、笑顔でいるっていうことが、まあ、実はとってもとっても大切な家族の健康のもとなんですね。では、家族の健康を守るための3つのこと。まず1つ目、自分自身の心を満たして幸福度を高める。 幸せって人それぞれね、感覚があると思いますが、まあちょっとほっとしたりとかね、こう穏やかな気持ちになったりとか、じ,じわーっとか心が温かくなったりとか、まあ体の感覚で言うとね、あとこうワクワクしたりとか、まあ、そういう感覚があるかなというふうに思います。で、これ自分の機嫌っていうのは自分で取れるようにするっていうのが、もうこれ、まあ男性もね、女性もみんなね、大切なテーマです。 人に機嫌を取ってもらうっていうのはなかなか難しいですよね。まあ、ちょっと今日眉毛がね、こううまく描けなかっただけで、一日ね、ちょっとこう、なんとなくこう気が重かったりとかね、こうイライラしたりとかすることってありますよね。そう。だから、周りの状況っていうよりも、自分自身の心の状態がね、とてもダイレクトに影響します。これは、感動センサーですね。感度、心の感度を上げていくっていうことなんですが、例えばね、あの、感度が高い状態だと、 こうね、美味しいものを食べたとしてもあ美味しいっていう感じでも体もすごいね喜ぶし心もねすごい満たされるみたいな状態なんですよねだからあの同じ状態同じねものを食べていたとしてもこの感度が高い人はよりねこう体の吸収も良くなったりとか、えー、心の状態もねハッピーだったりします、まあ、この幸せを感じられるマインドこの感度のセンサーを高めていくっていうのがすごくあの幸福幸せっていうね人生を作っていくために大切な要素です 二つ目、毎日の負担を減らす時短料理をマスター。まあ、毎日のレシピね、困りませんか <laughs> 困りますよね。これが、えー、あんまりね、ストレスなく。そして、えー、愛情満点、手抜き料理を実践。愛情満点です。でも手,手は抜いて OK ということで、まあ、愛情はね、しっかりと注いであげるけど、まあね、ちょっと簡単なお料理っていうのがね、あの大切です。 三つ目、えー、健康の知識を身につけて楽しく家族で実践する。これ楽しくっていうのが大切ですよね。自分で納得できるラインっていうね、食生活があると思います。それをね、ぜひ目指してください。周りでね、こういうことしてる人がいるからとかね、あの、周りと比較したりする必要は全くありません。自分がね、こういうふうにしていきたいなっていうことを心地よく楽しく、ね、家族みんなで、えー、健康のね、知識を身につけつつ、そしてね、そんな話もしつつ、食卓がね、明るく笑顔で溢れたらいいですよね。 ぜひぜひ、えー、家族の健康を守りつつ、そして家族で食を楽しんで、心もね、体も満たして、笑顔でね、溢れるような、そんな、えー、家族、家庭が増えていったらいいな、というふうに願っています。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。プレゼントのお知らせです。公式 LINE から5日間の特別講座、プレゼントしています。その他、SNS も見てみてください。 リトリートなどのイベントも企画しますので、どこかでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。